ねえ、ちょっと、あれやばくない？なんだよ、あいつ。気味悪い。最好是文强。こら！天下の行動のど真ん中で何騒いでんだ！まとめて逮捕すんぞ！ああ、府警さん！こっちに！誰が府警さんだ、誰が！刑事さんだ、刑事さん！見た目だけで物事判断してんじゃねえ！逮捕すんぞ！怎么像泼妇儿啊？哇，なんだありゃ！キモ、キモいから逮捕、速攻逮捕！哎呦，奶奶来了！面白い姿をしているな、君は。実に興味深い。乗りたまえ。厄介なことになる前に。おお、おい、待てそこの車！止まらねえと逮捕するぞ！こら！人よりは奇妙な現象に慣れている方なんだが、こんな現象は初めて見たよ。私の声は聞き取れているかな？話はできるか？それはよかった。君がもし人ではない何かだったらどうしようかと思っていたところだ。そうか。君自身、自分の身に何が起きたのか理解できていないようだな。聞きたいことがあるなら何でも答えよう。私の知り得る範囲。ここは新宿だ。仕事で探し物をしていてね、偶然通りかかって君を見つけたのさ。自分で言うのもなんだが、あらましは嘘のようなまことだ。今は中野にある私の事務所へ向かっている。そこで詳しい事情を聞かせてもらおう。君の体は極めてデジタルな状態にあるように見える。まるで電脳空間からアバターのまま現実世界に飛び出したような。もしも本当にそうだとしたら、実に興味深い現象だ。いや、周囲に君以外の人物はいなかったはずだ。ひょっとすると君の友達も君と同じような姿をしているのかな。そうか、友達のことは気にするな、とは言えないが、まずは自分自身のことを最優先に考えたまえ。あなたは誰？私が誰か？そうか、自己紹介がまだだったな。最初に名乗るべきだったが、君の存在があまりにも興味深くてね、すっかり失念してしまっていたよ。すまない。私はクレミ京子。おお、你是大奶宝。OK。しがない探偵さ。侦探。这部。欢迎。我在中野，呵呵。中野百老汇，哇，这个二楼超多宝可以挖的，三楼也是，赞。好乱哦，起头侧。なるほど、経緯は把握した。君が電脳空間からログアウトして出現したという新宿のあの場所は、エデンへログインした場所と同じか、あるいはその付近なのかな。うん、
では今こうして私と会話している君とはまた別の体がどこかに存在するわけだ。肉体から精神データが分離してしまい個別の存在として現実世界に現れた。それとも何らかの理由で新宿に移動した肉体が壊れたデータの怪人のような姿に変化した。いずれにしろ奇妙奇烈な話ではあるが、目の前にまさしく摩訶不思議な姿をした君がいる。現段階では状況証拠による単純な推理しかできない。早速情報収集を進めよう。まずは君がエデンにログインした場所の現状を確認するのが定石だろう。君はどこでログインしたんだ？君は今どこにいる？電脳犯罪事件をはじめ多種多様な超常現象事件の解決に確かな実績を誇るクレム探偵事務所だ。君の身に起こった怪異的現象の謎を解明するのにこれほど頼もしい場所はないだろう。そして君が腰掛けているのは依頼人用のソファー。何？依頼報酬の件ならば心配しなくていい。君の存在はすでに何よりの報酬なのだよ。大船に、そうだな、メアリー・セレスト号あたりに乗り込んだつもりでいなさい。さて話を戻すとしよう。君がどこでログインしたかだが、それよりも何よりも前に君の姿をどうにかしなければいけないな。その姿ではまともに外を歩くこともできない。それにとても不安定な状態に思える。じっくりと観察して確信したが、君はまさにデータの塊、デジタル体そのものだ。しかし君は私の声を聞き、ソファーに腰掛け会話している。現実世界の物理法則に従っている証拠だ。つまりリアル特性を持ったデジタル体、反電脳体と名付けるとしよう。君の体がデータで構成されているならば、見た目をどうにかすること自体はさほど難しくないだろう。適合するデータを取り込み修復すればいい。君は基本的にはエデン内で使用されているアバターと構造を同じくしているはず。クーロンの放置データの中にアバターパーツのデータが見つかれば上々なわけだが、問題はその状態でログインできるかどうかだ。我到底要维持多久呢？这个样子我看不到我的表情呢。而且好像裸体了。なんだ？テレビがどうかしたか？テレビ、テレビ、可以进去吗？进去你的テレビ。こっちよ。トビナさん。トビナさん。哇，可以耶！我进到了你的电视里了。
欸，旁边那只是什么？先打68的。全是我啦！又得到了，不是又得到了。这次没有代理耶。头上有三根东西是什么啊？呼尼梦，呼尼梦，呼尼梦，不知道呼尼梦是啥。这个耶，乌卡梦，看起来我应该是没有迷路的哦。哇，我回来了，干妈！咦咦，可是我还是懒懒的，为什么？谁？哇，我可以跟他通话，好厉害啊！对啊，我来的呀，我来的是大梦，我是一个大梦，我是一个欧男。这样有人敢跟我讲话吗？嗨，我是蓝蓝的人哦。我还没吓到。嗨，我是蓝蓝的人。完全不理我。嗨，我是蓝蓝的人哦。嗨，我是。懒惰。嗨，我是蓝蓝的人哦。移动移动，喵！ちょっと来て。私の声が届いたようね。不思議な女性。ようこそデジラボへ。ここはデジタルワールドとかすかに交わるデジモンたちの楽園。私はミカグラミレイ。あなたにこの楽園を解放してあげる。女神的ミカラミカグラ。知らないなら知らないで、特に問題ないわ。今のところはね、時が来れば、おのずと知ることになるはずだから。デジタルモンスターラボラトリ、タルラボでも、モントリーでも、略し方は自由だけれど、私はデジラボをおすすめしているわ。私があなたを呼んだ。それは少し違うわ。あなたも
私を呼んだ。あなたはデジモンと深く交わり始めている。その運命の交差に私は引き寄せられ、あなたを見つけた。つまり私はあなたに呼ばれたのよ。話はこれくらいにしましょう。まずはここがどういう場所か自分の目で確かめてみて。哦，我可以买啊，买什么？好贵哦，我才2000块钱而已，随便一个东西要20000块，钱啊！哎，是不是可以卖奖牌啊？可以增加友情度呢。哎哎哎，挪到这里，挪到这里，走开，走开。弄到我的线。超级不够看啦，随便打。哦，八级了，没有血，有情度啊。我在打什么啊？有点看不太懂。哦，别秒杀，普攻秒杀。打死他，拿到42块。这个走不一样路会怎么样？他没什么差哈。
这是练功的地方，是不是？就是有加成啊，1.5。耶 ，scan complete。没有，我是要扫描它，对不对？哦，我这30都扫描到啦，可以走啦。通信对战，这么帅啊！是我的岛，花木岛。补血200块，我靠！敲嘞！我打一场才赚40块。哦。
48体妖怪头。前面有东西可以拿哎 ，carry， 就进入了战斗。为什么呢？无限登录。哦，那个几趴是扫描的，扫描它几趴的意思。快刀！太可恶了，竟然敢打我，去死吧！啊！飞机倒了。扫描完成，滚球兽扫描完成。宝箱，哎，拿过来。还有新的怪，属性种族属性，哦，赤色是有利，我的蓝色是就是不利，有利不利，有利不利，这个哇。相克的、啊，所以那个，那个人水滴形状克这个爆炸头，爆炸头克框框，框框克水滴 ，OK， 哇，还有属性哦，要求属性是火克草，草克水，水克火 ，OK， 电克风。风克地，地克电，光弱，看光都没看到，所以我到底是什么属性？我是框框属性，所以框框属性的话，应该是克这个水滴，水滴，去死吧！然后框框的话会被这个。爆炸头克，好，我先打，去死吧！哇，好硬！快点，没克了，没关系，让我用 skill 打死你。啊，对对对，这应该普通会死啊，去死吧！走 ，skill 猛毒。其他机会猛毒，哇！旁边乱打、啊，疫苗克病毒，病毒克资料。OK OK， 原来如此。
扫描25%。什么老师升级呀？还差7呀？开门，开门！不能开啊！哇！哇！火仙攻击谁？秒杀！升级啊！卡哇伊，没有拿到心理技能，现在只有两招。哦，雷中毒了，雷就直接下地狱吧。战斗的时候会全，战斗终了的时候会全部解除。会有麻痹、混乱、睡眠跟这个是什么 ？stun 晕眩，自然治愈的有猛毒、喜奈，自然治愈不会自然治愈，猛毒、易精化。易经化就是不能用技能，然后帕古哦，种族相克会不一样。麻痹的话是准确不能一定几率不能行动，然后睡眠是不能行动。OK， 攻击力上升，防御力上升。智力上升，资历，命中率回复率，蓝色是下降，五回合。你就直接去死吧！啊啦！简直神之少。什么？被偷袭了！哎呀，我被滚球偷克了。没关系，来一个屁哦，直接让你去死！你是吧？飞叶快刀！去死！龙贼！又有新地图哎，可以开宝箱。我在想说，这个怎么够呢？这。开宝箱。我现在是剑神杀神，见鬼杀鬼啊！攻击超猛的，
全不痛啊！啊！扫描完成。哦，我变回来了、欸。回到事务所吧，为什么呢？九弹九弹，不能离开啊！他说不能离开吗？みんな、行くよ。みんな、よく頑張ったね。みんな、你就只有一个人呀。行くよ行くよ秒殺行くよ好走回去打电话那个地方距离升级之路还蛮近的嘛，马上就要升级啊！卡电话，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 电话，电话。赢热难输啊，这真的很难输啊。不知道啊，我也超想要牙骨兽的。牙骨兽刚刚有出现啊。这怎么收服啊？收你妈！宝贝球丢他了，对不对？进去。咚！哦，哎，这是这里哦。哇，那我要怎么出去啊？好啊
表示不是这里哦，换。反正就长这样子啊，他只能选男生跟女生，什么都可以换，没有办法换吧？我话起码是要去倒位。真的是刚刚那里，是我还有什么事情还没做完而已。出不就是离开游戏吗？没办法看啊，
快乐。早就升了，我应该没有漏打什么东西吧？感觉地图被我走偏了。这个灯出点修好了的意思哦，所以真的是要灯出啊。那我先存档。被冲往 log out， 六啊，你走得上去吗？走不上去。咻咻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 ，闪电步。来 log out， 哇，真的哎！他完全误会他的意思。無事に戻ってこれたじゃないか。当然の帰結、推測通りの結果だが。しかし、よくよく現実離れした能力だ。物理法則に律儀に従っているのは
物質生命体としての本能的な恐怖によるものかな。本当に興味深い。邪魔するよ、京ちゃん。邪魔。相変わらず物音一つ立てませんね、おじさん。おっとすまん、またやっちまったか。それとその呼び方もいい加減改めてもらえませんか。子供の頃の呼び名ですよ。人前ではさすがに気恥ずかしい。京ちゃんこそいい加減諦めてくれないかい。俺にとっちゃ京ちゃんは京ちゃんだよ。いくつになっても美人の凄腕探偵になってもな。それでいつからそこに。どこまで話を聞きました。今来たところだが、なんかまずい。なんかまずい。ああ、先客がいたのか。すまんすまん。依頼話の最中だったのかな。 いえ、この子は依頼人ではありますが、少し毛色の異なる存在でして。ほう、では何者だよ。わすわすわす、それはミミです。うん。今はまだ何者でもない、そんなところです。紹介しておこう。こちらは又吉刑事。父の代からの付き合いでね、窮地の中だ、信頼もしている。電脳犯罪を専門に追う本庁好きのエリート部署の刑事だよ。見かけによらずと思ってたろ。ま、実際のところ見かけ通りのはみ出し者だ。出なきゃ探偵ってのはうさんくさい連中とつるんだりしないさ。おっと、失言失言。失言失言。それで何か事件ですか。依頼でしたらどうぞソファーにかけてお待ちを。今美味しいコーヒーを入れて。いやいい、今日は依頼じゃない、コーヒーはいいよ。コーヒーはいいよ。エデン症候群の件で少し気になる噂を耳にしてね。京ちゃんも興味があるんじゃないかな。聞かせていただきましょうか。うん、お、不要看我。この子なら大丈夫ですよ、おじさん。実はエデンに絡む特殊な関係者です。それにある種のスペシャリストになりうる素質があります。話を聞かせておくべきでしょう。そうか、京ちゃんのお墨付きなら問題ない。問題ない。話ってのはエデン症候群患者を隔離している例の特別病棟の噂だよ。おっと、未来の専門家さんにはエデン症候群の説明が必要かい。お願いします。エデン症候群ってのはエデンを利用中のユーザーが突然意識不明になり、そのまま目覚めなくなる奇病だ。年々患者数は増えているが、原因、治療法、症状、未だ多くが謎に包まれている。セントラル病院にはエデン症候群患者の専用病棟、特別病棟があって、そこでは研究および回復処置を行っているが、妙に情報統制が厳しくてな、患者の家族も立ち入れない秘密の隔離施設があるとか。紙代のイメージダウンになるのを恐れて事実を隠蔽しているんじゃないかなんて噂もある。今回の件も噂の息を出ない類ではあるんだが、近くセントラル病院の背後が動き出しそうだ。背後、上城エンタープライズですね。ああ、セントラル病院は上城の息がかかっている。発症患者の増加、症状の重篤化傾向、それらが明らかになりつつある今、上城が黙っているはずがない。普段の病院で人の出入りが激しくなっている。特別病棟のセキュリティも強化されるらしい。これは何か。ようやくですね。ああ、やっとだ。
ことだやはりコーヒーを入れてきますよ。景気よく乾杯といきましょう。おっと、そろそろ署に戻らないと。やっと悪いな、乾杯はまたの機会にしよう。じゃあまたな。またな。竟然用跑的，看来你们做的亏心事。君、京ちゃんの入れたコーヒーには気をつけろ。特に色と固形物にはな。こりゃいつか京ちゃんのコーヒーを鑑識に回す日が来るんじゃないかと。そいつはシャレになんねよな。臭刑警公大小。聞いての通りだ。エデン症候群絡みの生きた情報は手に入りにくい。背後で神代の統制が行き届いているからな。そしてこれからさらにセキュリティは厳しくなる。エデンで異変が起き、異常な状態の君が現れた。これは偶然か？いな、必然だ。この上なく明白な論理だ。推理するまでもない。私はこれからセントラル病院へ向かう。セキュリティ強化の前に可能な限り情報を引き出す。君もぜひ同行してくれたまえ。君の状態に関する情報も得られるかもしれない。求めよ、さらば与えられん。叩けよ、さらば開かれん。いや、君の場合開けごまが適当か。神推理。护士姐姐个个身材火辣，正功法，正功法，直接交涉。问号？问号？问号？我觉得我的捏捏有点不自然的太挺了，一定是隆乳的。尖锐，欢迎进吧，没礼貌。姐姐我有病吗？姐姐我有病吗？十二楼。Hello， 你在干嘛？没办法跟你讲话，不然太专心了。特别病道。护士姐姐，你们都长得一样啊！你们是乔伊家族了，是不是？靠，能去的地方真少。OK， 上楼上电梯，特别冰冻。
嗯，冬病洞。对，不知道为什么走不过去啊，镜头没带到我就走不到，看来我这是一个 super star。 一啥能进去啊？我的是的，只好用美色来诱惑这个警戒人员啦，是不是？又是我的妮妮，来左奶右奶各摸一下，让我进去嘛，让我进去嘛，拜托！我的天，这啥？绕一下的意思是不是？哦，也不是。到一般病房来看看。呜，这也是十二楼。哦哦。可以进去。哇！这人会被吓到啊！哇靠！那个人被吸进去了。噔噔噔，超痒的，让我给你致命一击。みんなよく頑張ったね。みんな行くよ。我被背击了。好啦，好啦，みんなよく頑張ったね。哦，没有那种一次可以攻击两只的招式啊。哇，出去啊！喂，怎么从这边进来？这是一个什么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 奇怪的通道？それで。灰色世界，哇！我进来了，我进来了，哦，真的呢，好像进来了呢，哦，哦，是我。的肉体，哇！哇！这边有一台帕索口。所以我中的是伊甸的症候群。治疗方法，现在没有发现任何治疗方法。啊，是你。どうしてあなたが？ここは関係者以外立ち入り禁止のはずです。入り口は一つ。警備員が厳しくチェックしている。どうやって入ったの？警備員に何かした？一体何者なの？
何是谁了？質問を質問で返さないでください。さあ、答えて。ひょっとしてクレミ？什么？你认识那个大奶宝？そうですか。いえ、何でもありません。エデン症候群について調べに来たんですね。何か聞きたいことはありますか？質問があれば答えます。誤解しないでください。痛くもない腹を探られたくない。潔白を証明しておきたいだけです。私は神城に世話になっている人間ですから。少しくらいならあなたの疑問に答えられると思います。この患者ですか。最近運ばれてきた患者ですね。数日前にはいなかった。何か気になる点でも。え、この人あなたに似てませんか。兄弟。ひょっとしてご兄弟とか。这是我啦。そうですか。でも他人の空似にしては。治った人がいたと聞いたことはありません。私が知っている人で最も長くて8年眠り続けています。でもきっと大丈夫です。いつかきっと目を覚まします。待つしかないんです。今はどうなるって見ての通りです。エデン症候群の患者は皆一様に昏睡状態になる。それ以外の症状は聞いたことありません。違った症状の人を知っているんですか？ん？それは誤解です。間違いです。神城もエデン症候群を治療したいんです。そのためにこうして特別治療室だって用意した。専門医たちが治療法をずっと研究し続けています。エデンのせいで誰かが不幸になるなんてあっちゃダメなんです。なんとかしなきゃいけないんです。私はね、会話の弾んでいるところを邪魔してすまないが、招かれざる客の登場だ。ケビンさん、お仕事お疲れ様。ああ、今日もいい男ね。リエさん、今日は来ないはずなのに。ケビンさんのたくましい大胸筋、リエ見てるだけでドキドキしてきちゃう。ああ、我慢できない。岸辺様、仕事中ですので。うん、お堅いのね。岸辺理恵、背後のお出ましか。神城の上役が何をしに来たのか気になるが、必要な情報は手に入れた。長いは無用、そこを出なさい。おっと、私の方にも来客だ。ではロビーで落ち合おう。慌てず騒がずな。隠れて、早く早く躲起来。哇，又一个大奶宝登场了。ゆうこちゃん、お元気？リエさん、今日はどうしたんですか？入室予定者のリストにはなかったと思いますが。ちょっとねえ、大好きなゆうこちゃんの顔が突然見たくなっちゃったんだが。私が一人でいるのが心配なんですか？なんかリエちゃんセンサーがビビビッときたのよ。
ほら、辛いでしょう。いろいろ。別に。強がってても、お姉さんには分かっちゃうんだな。什么？我躲在什么地方？ところで、このところで。何してたのかな？いえ、別に何も。ピクニック的な？はい。あ、いえ、違います。その。緊張了。ゆうこちゃん、なんか変じゃない？私たちの他に誰かいたりして、ひょっとして彼氏とか。そんなこと。それとも彼女さんかしら。ちょっと探してみたりして、あそこの部屋とかやらしいじゃなくて、あやしい。不要不要！哎呦，快点躲起来！快点躲起来！快点躲起来！直接躲到电脑里啦！ほら、観念して出ていらっしゃい、ゆうこちゃんズラバーさん。このリエお姉さまが。ゆうこちゃんの保護者として責任を持って手取り足取り腰取り大人の階段をホップステップジャンプ。ダダーン、直接躲到電腦裡了。我猜。なんだ、誰もいないじゃない。でも、ゆうこちゃん、別に構わないのよ。彼氏の一人や二人や三出すくらい連れ込んでも。私なんて、ゆうこちゃんくらいの時には、うふふうふふ。それじゃ、本命の彼の様子、覗きに行こっか。私たちが揃って顔を見せたらきっと喜ぶんじゃないかな。はい、はい、あの人どこへ。这么多地方可以躲。哎呀，你是躲到电脑里的。在你的电脑里游泳。ほら、かかっておいで。跑出来了，逃脱成功。小妹妹，有长得一样的护士姐姐。东西可以拿哎，哇，我拿。
一个病房可以进去。好啦，我要去一楼。没有，没有。自分の体を外から見る衝撃の大きさは想像に難くない。体外離脱現象の一種と考えれば解決法もありそうだな。君はエデン症候群の未知なる症状の発症者。イレギュラーなそれが分かっただけでも成果はまずまずとしておこう。調査は焦ってはいけない。慌ててもいけない。急ぎすぎても急がせすぎてもいけない。ただひたすらに粘り強く鉄頭鉄尾堅固な黒金のごとき忍耐力で当たれ。父の言葉だ。爸爸说的话。さて本題だが、君はこれからどうするつもりかな。元の体に戻りたくはないか。君の身に何が起きたのか真相を知りたくはないか。では決まりだな。私の助手としてここで働きたまえ。依頼にはエデンや電脳犯罪に関連した事件も多い。仕事をこなしていくうちに手がかりもつかめるだろう。安心しなさい。君の素質は私が保証する。ついでに当面の衣食住もね。君の能力は電脳絡みの事件の調査にこれ以上のない適性を示している。期待しているよ。よし、契約成立だな。君はたった今から私の助手兼サイバースルースだ。電脳侦探。ソファーにかけて待っていたまえ。コーヒーを入れてこよう。我々の前途を祝して乾杯と行こうじゃないか。カフェ庆祝一下啊。海ぶどう粒あんコーヒー、私の自信作だ。看起来很不妙。見かけも芸術的だが味も方向もまた格別だぞ。では電脳探偵誕生を祝して乾杯。乾杯。喝啦。什么东西？现在得到1000 GSP。完美鱼。最初的任务。哎，你知道这个办公室在哪里吗？在中野百老汇楼上。对啊。我不知道啊，搞不好可以哦。